はい、どうも、どっち屋です。はい、えっ、ー、とこんば、こんばんはじゃね、もう朝だわ <laughs>。もうこれ撮ってる時点で朝なんだけど、えっ、ー、と、今、8時前ぐらいかな。もう8時になるか。はい、まあそんな時間ですね。はい。えっ、ー、と、まあ今日ちょっといろいろとね、というか、まあ昨日、えー、とからずっとちょっとスペースを久しぶりにちょっと長めにやってた。俺がやったわけじゃないよ。やってたので、あのー、まあそんな都合もありで、まあなんか、 あのー、撮るのが遅くなったのもあるしまあちょっといろいろと考えることもあったのでそのスペースで喋りながら並行してやるっていう結構器用なことをしてたので結構いろいろと、あのー、大変だったんだけども、えー、まあね今日はね話すことは決まってたので話すことっていうかテーマは決まってたのでそんなにね、あのー、この時間になったからって困ることは何もないんだけど。 えとこのサムネっね、ご本人が描いたイラストでめっちゃ絵綺麗だよね、これ。すごいよなと思った。まあまあ、絵上手い人なんかいっぱいいるけど、でも普通にすごいなっていう、なんかシンプルに、なんか、絵すごってなったんだけど、えっと、ちょっと立ち絵がね、見つからなかったんであれだったんだけど、見つからなかったっていうか、そのままのやつがね、多分その公式のページでも見ればあるのかなっていう感じなんだけど、 えとセキュララの、えー、と新人の子で、えー、出雲れねちゃんっていう子なんだけど、えーとねまあ、デビューが、まあ、デビュー自体はこの、えー、と昨日一昨日ぐらいかなで、えー、と初配信が今日なのかな確か今日だったはず今日26日に初配信みたいな感じで、まあ、金曜日だからね多分週末ということでここに当ててきたのかなっていう感じですね。はい えーとまあねとりあえずまだその一問一答とかをまだ俺がしっかりまだ見れてないんだけどまあツイッターのキャラクターとかをまあ見ただけの話なんだけどまあビジュアルがとにかくまあ俺もめっちゃ好きででね「積乱子に関してはまああのー、もう引退をしてしまって引退というかまあねあれだけどまあ7点とかその辺の人も含めて。 俺もまあずっとずっとというかまあその熱心なねリスナーって言えるほどその配信をがっつり見てるかって言われるとちょっとあれだけどちょいちょいねあの皆さん配信を覗かせてもらったりしてたので,でまあ切り抜きを作ったりもしたしね「七天」はそうだしあのちゃんあの七草ゆらちゃんもねあの切り抜きを2回ぐらい作らせてもらったほどまあやっぱりその好きで見ているので。 そのすごくね魅力的な人たちが多いんだけどこの子もねめちゃくちゃ魅力的であのめちゃくちゃもうね魅力的でっていうか Twitter の,、まあの分見てるだけでもうね面白いしなんかキャラクターもちょっと飛んでるし。で えーとーまあ分かんない、ロールプレイなのか、設定なのか分かんないし、ご本人、基本、赤裸々なのでね、基本、本当のことを書いてると思うんだけど、そこに関してはね、7点とかがそうだったから、言ったら元何々みたいな感じが多かったわけじゃな今までのね、多かったっていうか、多分全員そうじゃないかな。なんだけど、この子は現役らしいよ、現役のデリーかな、多分デリーだったと思うけど、だったと思うよ。 その廃止もやりますっていうことでまあもちろん素性は明かせないだろうけどただその現役でっていうふうに名乗るっていうのはわざわざねまあその方が引きがあるっていう取れ方もまあできなくもないけど今現役でやってますってまあいるからねそのなんだろう個人税とかのレベルで言うなら当然いるからまあそれは何とも言えないけどただその。 その現役っていうのはね過去っていう人がまあ多かったまあその出戻りしたとかそういうパターンはまああるかもしれない途中とかでねだけどまあそういうパターンはあったにせよそれを表で言ってないだろうしだからまあなんか新しいパターンなのかなと思ったりまあキャラクター的にもそのせ設定というかまあその書いてあることにしても あの引きの強いしもともとねそもそもが赤裸々ってまあ女性ファンも当然いるんよ七点とかも含めてその女性ファンは当然いるのでゆらちゃんとかもねおとお隣さんもねみんないるのであのいるんだけどただあのやっぱりコンテンツとしては男性向けだと思うよね基本的にだと思うというかそうだとそうなんよね。だから そういう意味ですごく引きが強いのかなと思うよねその内容的にもまあ詳しいことに関しては本当にご本人のページを見てもらうのが一番早いんだけど俺が説明するよりはただまあ本当にあに期待しかないなっていう感じで俺もまあ今日まあど,どれだけの時間見れるかとかそのリアタイができるのかとかまあいろんな状況ちょっとまだ分かんないけど、まあ、夜のこととかね分かんないのでただまあ その楽しみだなってちょっとでも見たいしリアタイでもねでまあ実際その見れなかったとしてもアーカイブでも見たいしみたいな気持ちは俺,をて俺個人的にもあるしまあその VTuber でその辺の界隈の VTuber を見てる人にはまあ是非見てもらいたいなって思うよねまあ応援していきたいよねみんなでっていう感じでねまあ期待の新人だしかなとは思いますね基本的にはまあ あのー、まあどこの箱どこのまあ個人税も含めて基本的にその VTuber っていうのはもうほんまに生まれては消え吐いて捨てるぐらいって言われるぐらいの数がいるのでその。 まあ、ね、いろんなキャラクター性だったりとかいろんな属性だったりとかを、まあ、売りにしたりとか過激派なのを売りにしたりとかいろいろあるんだけどまあまあ過激といえばちょっと過激なのかもしれないけどでも AV チューバーとかと比べたら全然過激じゃないしでもそういう意味でも別の路線としてその赤裸々の子たちはみんなその。 の伸ばしてきたというか活躍をしてきてると思うのでその分の強さってあるし当然エロい部分もあるんだけどその教養的な恋愛的な強要の部分もあるしそのちゃんとそ疑似恋愛っていう言葉もあれだけど、まあ、ガチ恋って言っちゃうとちょっとあれなんだけどただその配信の間だけはそういう気持ちにさせてくれるみたいな。まあ、あのー オンンラインキャバクラとかさでバーチャルキャバクラとかっていう言い方をねその別紙的にその悪意を込めて言う,うやつもいるんだけどある意味それも正しいと思うよそういう楽しみ方もありだと思うよだってそのガチ恋がいたそれでガチでさその子を特定しようとしたっていうのが気持ち悪いっていうのはさそもそもそのバーチャルだろうがリアルだろうが一緒だから。 だから別にそれはキャバクラとして扱ってもいいと思うよ。なんだったらキャバクラっていう設定にしてもいいぐらいだと思うよ。そういうロールプレイを作ったとし,してもありだと思うぐらいもう俺はあいいかなと思うのでだから本当にそういう楽しみ方はあっていいと思うよね、うん。それによってリスナーの人が増えて楽しめるんであれば。でしかも そのまあ、言葉は悪いけどメンヘラ的な属性を持っている人は当然お、まあ、配信者は大体みんなそうなんで別にこのセキュララがどうとかとかこのあのレネちゃんがどうとかではなくてみんなそうなのでなのでその分やっぱりその好きって言ってもらえることに対しての,その当然あるのでそしたら維持恋愛だけどその空間ではやっぱりその気持ちが通じ合うわけで、まあ、そういう楽しさというかではあると思うので。 まあね、よかったらね皆さんも応援してあげてくださいということでロッキャーでした。バーイ。